このお家最高よ、ニーおばあちゃん。ゴーストがいるの。でも怖がらないで、もう親友になったから。親友なんかじゃないぞ、ニーおばあちゃん。怖くなんかないわ。タイではゴーストなんて普通にいるもの。サンプラフォームの話はしたかしら。あー、知らない。何それ。ゴーストに住んでいただく小さなお家のことだよ。もう少し詳しく教えて。あー、それってもしかしたらこんなの。どう、スクラッチ。広々とした間取りだし、蜘蛛の巣もあちこちにあるし、いいんじゃないか。それだったらもうちょっとだけ私と一緒にいてくれる。まあいいだろう。ただしお試しだからな、あくまで。あと忘れずにゴーストの好きな食べ物と飲み物をあげてね。俺はタコスとストロベリーソーダが大好きなんだ。了解、スクラッチ。タコスを用意します。トッピングは何に